時計学園コムグループプレゼンツ。あなたのあなたのあなたの夢は何ですか？こんばんは花輪です。この番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しています。今日の夢追い人はこの方です。こんばんは。 統括ペット日暮本店の販売スタッフをしている五十嵐雄大です。はい、よろしくお願いします。ええー、統括ペット。とこれお店ですか。お店です。はい、どういったお店ですか。えっと犬猫と、あとは鳥と小動物をメインで扱っているお店で。うんうん、あ、結構いろんな動物がいますね。はい、人気のペット、今なんですか。最近は今だと、やっぱ鳥がすごい、うん。あ、鳥人気。はい。 えー、鳥もいろんな種類ありますよねそうですね石製インコとかうんあとは文鳥が結構人気が高くてなるほどね鳥人気なんだそれはファブルの影響かねファブル <laughs> あでも一応その難しいのも出てくるので、ね、はい。<laughs> 珍しい動物もいます珍しいのだと鳥だとルリコンゴインコっていう大型のルリコンゴインコはい大型の鳥がはあそれもペットで買うんですかペットで買えますね、えー いろんな鳥ほかは何かありますあとはそうですねえっとショウガラゴっていう猿のちっちゃい猿ちゃんがえ小猿ちっちゃい猿ですどのくらいですか何センチぐらい手のひら祈るぐらいそうですね大きくなっても20センチぐらいわかわいいねあとはすごいミーアキャットがミーアキャットかはいブームでブームなんだはいかわいいっすよねミーアキャットですね えそうそっか今ちょっと普通にだからワンちゃんネコちゃんだけじゃないんですねみんなペットねそうですね、えー、結構でも飼育難しいですよねまあちっちゃい時が一番難しいかなとは思うんですけどそういうアドバイスもそうです今十五歳です二十25歳でで主に仕事はどういったお仕事をやられてるんですか仕事は今えっと販売と、うん、あとは毎日のお世話とあとは商品の発注と陳列、うん、めっちゃ 大変じゃんそそうですね、はいいろろ今全部それやってるんだ、はい、やっぱりこのペットの世話ということで生き物だからすごく大変だと思うんですけども特にこの健康管理など、はい、これとやっぱり鳥のヒナが今お店に多くいるので、うん、温度管理とかはしっかりあの寒くならないようにやってるっていうのと、うん、あとは結構お腹壊しちゃう子もいるので。うん ご飯にちょっとサプリメントととか混ぜてってっっいう,う、えー、ちょっとお薬的な感じで混ぜながらそうですねあそういうお食事もご飯も与えてというはいいろんなお仕事の中でも一番好きなお仕事は何ですか本社の卸の方に行って、はい、えっと鶏の仕分けをしてるんですけど、うん、各店に送るっていうのをやってて、うん、それのてうんだろう自分で選んで、うん、それが他のお店で売れた時も結構選んでよかったなってうしかったりははい。 まず選ぶところから始まるんですね。そうですね。ああ、そういったお仕事をしてます。小さい頃好きだったことは何ですか。やっぱ小さい頃から動物好きだったんですか。小さい頃はあんまり好きじゃなくて、なんで？<laughs> えっと小さい頃友達のお家のワンちゃんに、はいうん、吠えて追っかけ回されちゃって、それがトラウマでね。そ,そうですね。でもよくな,な,なんでその子が。 高校3年生の時にあえっと三年生2年生の時に実家で犬を飼い始めてそこからちょっとずつ触れるようになったりとかあとは可愛いなって思えるようにお名前はえっとはくちゃんです。はくちゃんはいじゃあもうそのはくちゃんと出会ったぐらいから動物のお仕事好きたいなと思ってたのそれとも何か夢があったんですかもう一個昔から野野球球やってたののではいあ まあ、野球の方に携われるような仕事をしたいなっていうのがあったので別の最初専門学校行ったりはしてたんですけどえ野球のいや、えっと、柔道整復師のああ柔道整復師で、はいえー、トレーナーとかそっちやりたいなっていうのもあったのっの方んですかも、えっともと行ってた専門学校の勉強がちょっと難しかったのとあとは、うん、あのちょっと動物に携わりたいっていう夢が捨てきれなくてそれでちょっと学校を辞めて。 うん、専門学校はか変えてってっいう感じなるほどね、はい、その動物との仕事をやりたいってご親御さんに相談したんですかそうですねはい、え、何と言ってくれました最初はちょっとあの手に職をつけなさいって言われて、うん、ちょっと柔道整復師の方に行ったんですけど、うん、やめてもう一回伝えたらそこまでやりたいなら行ってきていいよって言っていただいたんで、うん、ねえでもやっぱ行ってよかったなって今思いますよねそうですねさあそんな 伊、えー、ガラシくんが動物とのお仕事を目指すために学んだ学校と専攻を教えてください。はい、東京コミュニケーションアート専門学校動物園動物飼育専攻です。はい。えー、この学校に入りたいと思った最大の理由は何でしょうか。えっと一番の理由はえっと学校にいる動物の種類が多かったことですね、うん。そっか。それはオープンキャンパスとか見に行ってどうですか。そうですね。はい。ああそっかそれが最大の理由ということですね。はい。いろんな授業があると思いますけども、はい。どういった勉強をしました。 動物に対する知識の勉強であったりとか、うん、あとはお世話に対するなんてこう取り組み方とか、うん、そういうのをすごい学べて今はもうプロとしてやってますけども今あの仕事にこう役立ってるなっていうこともありますか授業でそうですね,ね<ー>ひなの,鳥のひなの餌やりとかを学校で学べたのは一番良かったかなとは、うん、ひなの餌やり難しいんだ結構やり方がちょっといろいろ種類によって違かったりするので。うん そこに対してのやり方が少し知ってるってだけで最初仕事に入り方も変わったので、うん、まあそうだよねはいこの飼育の当番とかもあるんですか週に1回ぐらいのペースで毎日毎週行ってって感じでそれ、はい、何それ動物によって違うのそれともそうですねあの班があって、うん、その班で全部の動物をみんなで見てって感じで、うん、そっかそっか、はい、も,うもう何十種類という動物がねもう、はい、飼育できるというそういう学校ですけども思い出に残ってる 授業と思い出に残ってる授業は、うんえっと、爬虫類の授業が一番思い出に残っててなかなかやっぱネットとかだと学べるところも、はい、あの限られちゃったりとか、うん、詳しいことがやっぱプロの先生から教えていただけたので、うん、それは一番良かったかなとは思いますさあ今日はカ括ペット日暮本店で販売スタッフをしています五十嵐雄大君にお話を伺っています。 なんかいろんなお客様来ると思いますが思い出に残ってるお客様とかミーアキャットを販売したお客様が一、うん、回お迎えしていただいて、うん、もう一匹別日に買いに来ていただいて、うんはい、それからまだお付き合いがあって、うん、あのお互い情報交換したりとか、うん、何があったよとか何これ食べるよみたいな情報交換が。 お客様から言ったらもう友人みたいな関係になっていってる感じですかそうですね、はい、いろいろ話せるようにはなってきたかなって,ってでもそれの方が安心ですよねお客様もねそうですねあーへえそうですかなんかこういろんな生き物がいると思うんですよお店に、はい、自分も飼いたくなったなーってペットとかいます仕事始めて飼ったのは小桜インコがへえ<ー>、はい、お迎え3話ぐらいしちゃっててう <laughs> ううんうん、うん、はい、えラブバードなんですか はい一つのものにすごい執着したりとかはいなんで結構慣れてくれるとその人にすごい慣れてるじゃダ雄大君に懐いてるもんめちゃすごい慣れてくれてますあそうでも彼女とか怒るんじゃない彼女が彼女も小桜4話ぐらい今飼ってるんでえ彼女すごいな超えてきましたね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 超えてきましてきしたてきまてきましたてきましたてきました 陳列もしてるんですか商品陳列もはい五十嵐流陳列方法みたいなそうですねあのー、まあお客さんに,、まあ、にまず取ってもらいやすいような配置にしたりとか、うん、あとは色が結構パッケージによって明るかったりちょっと暗かったりっていうのがあるので、うんうん、それも結構見やすいようにごちゃごちゃしないように置いたりはしてます、ねえー、やっぱそれでだいぶ違いますかそうですね陳列方法によってね売り上げがねはいはあそれも自分で編み出したんですか 自分で考えて、はい、なんか動いてないなって商品あったら、ちょっと動かしてみたりとか。はあ、すごいね。はい、さそんな、ええー、五十嵐くんですけども、動物とのお仕事を頑張りたいっていう。人結構やっぱいるんですよ。はい。で、これ聞いてくれてる人、見てくれてる人たくさんいますけれども、同じように動物のお仕事を目指してる後輩。たちに、何かアドバイスがあれば、お願いします。はい。まず、動物がすごい好きっていうのは大事だと思うので。 動物を好きっていう心を忘れないでもらうのと、あとは結構お客様と。やっぱペットショップはコミュニケーションが必要になってくるので、あのー、いろんな人と学校通ってる中とかで会話してもらったりとか、すると、うん、働いていくときにすごい役立つかなとは思います。うん、やっぱコミュニケーション能力は、はい、大事ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。さあ、そんな五十嵐さん、これからのもっと大きな夢があるのでしょうか。五十嵐。 ユウダイさんあなたの夢は何ですか私のこれからの夢は動物を通じていろいろなお客様とつながっていろいろ相談してもらえるようなペットショップの店員になりたいと思っています、うん、素晴らしいもうすでにね、えー、その夢は実現している気もしますけれどもこれからもっともっと、はい、ということですかそうですねはい。ねえ、優しさが伝わってきますねユウダイ君の ありがとうございます。ね、この表情からは。はい。ということで、じゃあその夢を、はい。ぜひとも、はい。実現させてください。はい。今日の夢を呼びとは、統括ペット、日暮本店で販売スタッフをしています、五十嵐雄大君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。